今日は常識ゆかりさん来ていただいております。じゃあゆかりお願いします。はい、こんばんは。はい、じゃあ今日は初登場ということで簡単に自己紹介からお願いします。はい、城之関ゆかりと申します。福岡在住で、基本的に嬉しい心理コンサルタントっていう形で、まあ、未処理の感情を中心にね、その人のこう処理してない感情を処理することで、人の可能性をこう伸ばしていくっていうお仕事を普段やっています。今日はよろしくお願いします。お願いします。お、つねちゃん見れてますよ。ありがとうございます。早速コメントです。ありがとうございます。お楽しみください。うん、さあ、ということで、早速本の話題の方へと行きたいと思いますけれども、はい、まずはですね、本のタイトル、著者名などはちょっと後に置いといていただいて、まずその本と出会ってどう変わったのか、ビフォーアフターあたりから軽くお伺いしたいなと思ってるんですが、いかがでしょうか。うん、私はその本に出会って、本を読むっていうことへの概念が変わった。お、概念が変わった。小さい頃から本を読みなさいってよく言われるじゃない？うん、確かに。で、私はアニメ派で漫画も読まなかったのよ。その本を読むっていうことも正直あんまりしてなかったと思う。で、その本に出会うことで本って面白いみたいな。すごい、そんな違いが。そう、あ、こんなことが書いてあるんだと思って。まあ、本も本当に種類っていろいろあるじゃないですか。今回ね、その人生を変えた3冊ってなんだろうってものすごく考えたね。だよね。そうで、引っ越しまでさ、5、6年ごとに結構引っ越してるんだけど、そのたんびにその本棚の棚卸しをするわけよね。そのもう読まないなっていうのと、いや、これはやっぱり手放せないよねみたいな本がこう分かれていくじゃない。で、その昔から絶対手放したくない本もこう 本棚のね、一部にあるので、いや、それだってさ、3冊なわけないじゃん。そうね、結構な幅をもう実際取ってるわけで、この中から3冊難しいって思って。いや、それこそブログに書いたぐらいですよ。皆さん何ですかって。ああ、書いてたね。そしたらさ、なんかみんないろんな3冊教えてくれるわけ。私の3冊これです、ここの3冊これですって。でね、意外と読んでないのよ。わかるわかる。かぶるものがなくて、なんか、あ、これクッキーがやってる活動面白すぎると思って、ぜひね、それができたら行きたいし、なんかお役に立つことがあればもうガンガン応援したいと思ってしまうぐらい、世の中には知らない本があるんだっていうのと、私死ぬまでにあとどれぐらい読むんだろうと思って、なんかどれぐらい触れれるのかなって改めて考えてしまいました。かつ ね、中島さんこんばんは、ありがとう。今回ね、私6冊目を出版させていただいて、まあ、弊社がね、26周年を迎えたことも、去年25周年忘れてたのよ。だから、なんか、中途半端でしょ？なんで26周年そんな頑張ってんのって思うでしょ？私さ、カウントミスしてて、スタッフに今年25周年でしたよって言われて、うっそ、来年だよみたいなこと言ってたら、本当に去年25周年で、もうこれは仕方がない、来年26周年をちゃんとしようみたいな話になってね。なるほどね。だから今年26周年をね、いっぱいやらせていただいてるんだけど、それもあって、なんか出版記念プレゼントみたいな、こう、イベントというか企画をね、一生懸命やってたのね。で、それが先週終わって、終わった時に何て思ったかって言ったら、ああ、やっとこれで本が読めるみたいな。なんかその本を書くってアウトプットなんだけど、やっぱりそれ以上にこうインプットを普段してる、まあそういう意味でもないんだけど、なんかそのインプットしようと思ってやってるわけじゃなくて、ね、やっぱりこう出会いじゃん、本って、著者とのさ、だからその本当に距離とか時代とかその超えた出会いなので、なんかその古い人とも出会えるし、今最新の人とも出会えるし、なんかそういう意味でやっぱり本は好き。どうか。その多読したりできないけど。そのきっかけを入れたの。
うん、おお、すごいな。ちなみにその本とはどんな出会いだったの？お家にあったの。お家にあった？自分で買ったのなくて実家にあったの。でね、実家はそのたくさん本があるようなお家ではなかったんだけど、うん、やっぱり本棚があって、うん、いろいろあるじゃない、うん、その中で、もう表紙もついてない本で、うんうん、でちょっなんだろうね、なんかね、ちょっと読んでみた、うん、そしたらもう虜よ。どんな虜かっていうとね、うんうん、今日たまたまあるちょっとこれ分かる、この古さ、年季入ってる、はい、もうね、なんかにじんでたりするんだけど、うんうん、こうやって書き写してたの。古文書見たくなってるでね、これね、最初の一冊じゃなくて、最初の一冊はもう見当たらないのね。最初の一冊なんて、うん、何を張り切ったか、うん、昔障子紙って巻いてあったじゃん、うんうんうん、新しいの、うん、あれにね、こう、それこそ古文書みたいに巻物そう、巻物もうすごい、ね、巻物みたいに正座して書いたもん。そんなことはする。そう、もうね、なんかそうなの。もうそれからハマったんだよね、多分。なんだ、こんなとこに書いてあった、いろんなことみたいな。それはちょっと巻物作っちゃうぐらいの本気になるので、ちょっともうちょっと引っ張ろうかと思ったんだけども、気になっちゃう。教えてもらってもいいですか？いやいや、もうちょっと引っ張ってもらって。僕がむっちゃ知りたくてしょうがないんだけど、ね、ちょっとじゃあもうちょっとください。いや、それも私小3なのよ。小学校3年生で、うん、その本に出会えたから、うん、本を読むようになったんだと思う。すごい、うん、でも本当に人生変わってる。うん、うん、いや、多分本当に変わったし、うん、そのなんだろう、その100冊選ぶのもね、うん、小説にもこう感化されたものもあれば、うん、まあ、ハウトゥー本にもあるし、うん、なんかそのエビデンス、まあ、自己啓発本とかビジネス本とかも、うん、こうこれをきっかけにっていう本ってやっぱり少なくないのよね。でもそういう本に出会えたきっかけはやっぱりあの本。おお、あの本。あの本、あの本。あの本、なんとね、うん、ちゃんと調べたら、改正版が出たのが、うん、私のお誕生日の前の月。ほうほうほう。だから古いのよ。相当古いの。うん。でも、本当あれに出会ってなかったら多分私、うん、読んでないんだろうなって思う。その小説にも手を出さなかったし、うんうん、なんか本がこんなにもこう有益なものって分からなかったんじゃないの、うん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 、って思う。さあ、知りたい。そろそろあの本ね、はい、あの本気になるよね、気になるよね。あ、泉さん、こんばんは、ありがとう。ありがとう。気になりすぎる。はい、電子版でよろしいですか、お見せするの。はいはい、ありがとうございます。これです。格言の花と知らない。知らない。堀秀彦さんっていう大学の学長な最後はねなさってた方の本なんですけど、うん、この本が私もこの何表紙がちゃんとついてるの初めて見たんだけど、もうこの表紙なかったからさうちの家にはね、うんうん、でこれを読んだ時に、うん、まあ格言集だからそのみっちり文字がの、うん、あるわけでもないのよ、うん、ああこうそうか、見せればわかるね。でもなんだろうね、ちょっと待ってね、こんな感じでね書いてある、うん、ちょっと待って。で下に、ま、見える、どん、あ違った、こっちだ、こうか。あれ違うな。あ、そうだ。こうだ。見えるかな。一行一行あって下にね、うんうん、そう、エマーソンとかウィリアム・クーパーって書いてあるわけよ。うんうん、で、これで気に入ったものを書き写し、今度はね、うん、このエマーソンとかウィリアム・クーパーに行くわけよ。うん、なるほど。で、小学生だから難しくて閉じちゃうんだけど、うんうん、結局ね、やっぱり大学生とか高校生になると、うん、そういえばって言ってこう引っ張り出して読む、うん、そして、
書き写す。すごい。忘れたくないわけよ、うんうん、心に留めときたいの。だから書いて書いて、うん、書く、うん、すごい。ちょっと待って、ノリが探してくる。格言これでもちょっとアマゾンにある。こっちだと見えない。フェイスブック行ってみようか、うん、どれ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 、古い女。どっちしても押せなかった。あ、いけたかな。あ、どうやっていけるかな。あ、ダメだ。お、あ、いけそう、いけそう。格言の花束、堀秀彦。うん、うん、それ、うん、うん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 、それ、のり、それです。ありがとうございます。うーん、それなの。で、本当に私が初めて、うん、本ってすごい、こんなに面白いんだって思って夢中になったやつです。うん、へえ、そう。でもやっぱ知らないもんだな、うん。そう、本は読まなければならないもののイメージから、うんうん、めっちゃ楽しいやんみたいな。すごい大激変。うん、それもね、なんか、うん、まあ、格言だからさ、うん、その私、小学校3年生の私はね、うん、いいの、こんな大事なこと本に書いちゃってって思ったの。かわいい、かわいい。こんな生きる秘訣とか、こんなオープンにしちゃっていいのかなと思って。本当に本当に。かわいいじゃん。なんかね、いや、なんかね、あ、このまま生きたら大丈夫じゃん、こうやって生きるんだって、こう、なんていうの。うんうんうん、だから私、生き方に興味があるって結構昔からきっと迷ってたんだよ。うんうん、迷ってた、父さんにして。きっとね、どうやったら正解とかは求めてなかったけど、うんうんうん、どうすればいいんだろうって思ってたんじゃないかなって、今ね、うんうんうん、その自分の感想を振り返っても、うんうんうん、でも本当にドキドキしちゃう。いいのかな、こんな、えぇ、ー、みたいな。ことをこんなみんなに書いていいのみたいな。そんなんだったら、まあ、そりゃ書き写すよね。星座ですよ、星座。秘密を。そう、それも、あの、私小学校1年生の時は書道してたから、ちゃんと墨でやったから。すごい、そんな丁寧に本を扱って写す人なかなかいないよな。巻物ですよ、完全に。本当にもうすごい、いや、もう本当大満足した。あの、その巻物を書き上げても大満足したし、うんうんうん、あの、この本が、まあ、たまたまお家にあったっていうのにも感謝したし、うんうん、そうか、こうやって生きるんだって、なんかすごく強く思ったのをね、うん、あの、本当に覚えています。すごい。え、その本はご家族のどなたかが購入して、誰が買ったかとかっていうのは分かるの？お母さん。うーん、うん、あの、お母さん、多分そういう意味ではお母さんも迷ってたよね、きっとね。だからさ、お母さん の本棚ってそういうの多いわけよ、どう生きるかみたいな本が。で、そう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 、そういう、そう、もう、でもなんか本当にセンセーショナルだったんだよね、うん、私にとっては。へーみたいな。そうか、これはちょっと予想してた。まずその格言集的なものが、まあ、実用書とか小説とかからとかっていうのは、うん、なんだろうと思ってたけど、格言集は想像つかなかったね。いや、そしてね、やっぱりなんだろう、いいことを言う人のリストまで手に入ったわけよね、私。確かに。あ、この人の、この格言好きやけど、この人何書いてる人、うん、みたいな。それこそね、今みたいにインターネットで叩けば出てくる時代じゃないから、うんうん、あの図書館とか、うん、あ、本屋さんとかに行ってみるんだけど、うんうん、まあ、基本私は書き込みたい人なのね、本に。うんうんうん、そう、あの、書いたりこうチェックしたりしたい人だから、うん、借りるとそれができないからね、あの、買いに行くんだけど、もう楽しかったね。いや、でもそれはむちゃくちゃ楽しいだろうな、うん、だってそれこそいいの書いちゃってて、ってどうしよう、知っちゃったみたいな。みんな知ってんのかなみたいな。そんな、そんな感じだったからね、本当に。だから、もう、あの、本当に素直、そういう意味では、もう、バカ正直だから、うん、書いてる通りに生きようとするわけよ。うんうん、実際、じゃあ、それを指針として生きてきたの？
いや多分ね、そうそう、今じゃあどの言葉が一番印象ですかとかって言われても言えないのよ、うん、でも、うんうん、それを読んで刺激を受けた私は私の中からなくなってないから、うん、あのそういう意味ではそう馬鹿正直にやってきたんで、そういう意味ではねやってきたところがあるんじゃないかなとは思う、うんうん、いや今だって結構素直だもん、うんうん、いや素直だと思うよ、うん、そうだよねって思ったらやるもん、うん、そうそうか、そうだ、ね、いやだからそういう意味では人って変わってないよね、あそうなんだよねきっとね、うん、うん、なんか刺激を受けて真正面に受けて書き込んだりして、うん、今だって私は手帳派なのね、こうやって、うん、もうこれ来年の手帳になってるけど、うん、やっぱりこの忘れたくない言葉ってこの表紙とか裏とかに書いて見れるようにしてるもん、うん、へえ、うん、忘れるじゃん、忘れる、でもさすがに巻物レベルにはもう分かってないんだ、いや本当にねこれを見つけた時は、うん、あなんか嬉しくて捨てれないって思っちゃう、逆にね、うん、でもすごい、それちょっと捨てれないけどよく残ってたね、よく残ってたね、うん、うんうん、好きなことよりもしてよかったと思えることをせよって今出てきましたよ、そうそうそう、なんかねそうやっぱりこう言い聞かせたかった、刻みたかったんだろうね自分に、うん、うん、忘れたくなかったんだと思う、その格言からいろいろな本、まあ、何年もかかってとか手に取って、そこからハマった、例えばなんかいいこと言う人とかっているの、この人にはハマったなとか、いるよいっぱいいっぱい、やっぱりいっぱいっていうかね、なんかやっぱ本当に本って出会いだから、うん、うわこの人って思ったら、うんうん、その人にハマるよねやっぱり、うん、ハマる、そう、私去年、あ今年の3月大学院を卒業したんだけどね、うん、論文書くのに、あ、うん、論文書くのに論文探すじゃん、うん、でね論文にもファンができるわけ、ほういや誰この研究者誰って思ったら私ねその研究者の顔見に行くのよ、で、ね、この人が言ってんだ、で YouTube で声が聞けたら YouTube にも行くの、うん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 、するとなんて言うんだろう、やっぱりね論文なのに、うん、生きて聞こえるんだよねちゃんと、なるほどね、うんうん、だからもちろんこのね本から言ったのもあれば、もうハマったら絶対顔見に行く、あでもいいね、うん、それそう顔とな声が聞けたらもうなんか私の中でイメージがこうあるんだろうね、プロファイリングがあるんだと思う、だからあこういう顔の人なんだとか、うん、あこういうこと言いそうな目だなとか勝手に、うん、勝手に思うでもそっか、でもそれはもう本当に我々の小学生時代と違って動画もあるし、うん、話してる姿は今は、ね、できる可能性あるもんね、うん、そうそうそう、そう昔はそれに勝手に死んだ人って思ってたんだよ、本書いてる人って。あ、でもね、わかる。あ、まだ、でも未だになんか随分と立派な作品だなと思って、いつの人だろうと思ったら、あ、まだ生きとるんかみたいなことあるもんね。そうそうそう、そうそうとかね、あ、惜しい、去年亡くなってるとかあるんだよね、やっぱり。すると、その会いたいって思って、私は会いたいし、会えないかなって思う、行きたい、うん、もしその講座とかなさってるんだったらぜひ参加したいって思うので、うん、ご存命だと本当に嬉しい、うん確かに、うんうんうん、でも、うん、お亡くなりになってるとね墓に行きたくなる墓に行きたいと思ったことは僕はないかもしれない、うん、そう、でもお墓参り行きたくなる、すごいな、うん、だからねやっぱ人が好きなんだと思うね、うん、そのね、そうそう、ね結構内向的で人とつながるの苦手なんだけど、うん、でも結構好きなんだと思うんだよね、うん、その人っていうものがね、だから、うんうん、その人に興味が出てくる、面白い
はい、ちなみにもし今この格言の、うんと、ちょっと待って、なんだっけ、格言の花束、はい、うん、この本を今紹介するとしたら、どういう人に紹介したいとか読んでほしいとかある？そうね、なんか、あの迷ってる人やはりここに、なんかそれも明確に迷ってるんだったら明確なタイトルが出てくるだろうけど、なんか、よくわかんないけど生きづらいなとか、なんかぼんやりパッとしないっていう感じの時は、なんかちゃんと前から読むんじゃなくてね、こう、この辺みたいな感じでいいんじゃないかなって思う。確かに確かに、なんか占い的な、ご縁がある言葉があるよね的な感じで見ていただけると1行で完結してるから、なんかいいんじゃないかなって。そうね、別にパッと開いてもその中の1行だけでもいいしね、全然1行、で、まあ気になったらその人のところを行ったらまたいろんなものに触れれるしね、面白い、つながりそうでもあるし、はいはい、ということで、もうあっという間に時間になっていて、本当ごめん、面白かった、ありがとう、よかった。ちなみにあの人生を変えた3冊ということなんで、もう3冊は選べているの？いや、取り急ぎそうそう、なんかで、ね、時代を追ってね、だから小学校3年生の時が、最初がやっぱりいいよね、私日本っていうものを面白いと思わせてくれたもの、で、じゃあ次はどうだろうって、もう本当にもう脳みそが汗だらけ、でも人生の3つのターニングポイントを教えてみたいな話なので、ああそうだね、確かにね、だとするともう明確になっていきますね。はい、ぜひぜひ、はい、また決まりましたら登場いただきたいんですけれども、あともし時間大丈夫だったら、あの今これからあるイベントごとなんかの話もちょっと新刊の話とかも、たいんですけれども、ありがとうございます。なので、あの最新刊の話ぐらいから聞いてもいいですか？はい、で、ちょっと紙で出ちゃって、はい、はい、どんなのかぜひ教えてください。はい、突き抜ける社長、伸び悩む社長っていうことで、そうですね、未処理の感情があなたのこう突破できない、こう繰り返すトラブルを起こしてますよっていう、まあ、事例とともにね、じゃあどうやってその未処理の感情を見つけて突破するかっていうのをこうコンパクトキュッと、書かれた、一冊になってます。で、突き抜ける社長、伸び悩む社長なので、事例はね、どうしても経営者のことが多いんですが、突き抜ける人、伸び悩む人、あ、嬉しい。でも、全然、読める内容になってるし、あなたがこう、あなたの可能性を広げる、あのきっかけになればなという思いで、今回書かせていただきました。で、どうぞどうぞ。で、10月の26、27ぐらいから、あの全国でリアルなあのセミナーをね、簡単な講座をさせていただいて、もちろんあの札幌にも行かせていただきます。はいはい、10月26日は大阪、27日が札幌。で、11月2日が福岡で、11月10日が東京っていう形で、はい。あの、感情って目に見えないじゃないですか。自分の認知ってよくわからないと思うんですけど、今度リアル講座では、その認知の可視化。あなたの認知の歪みってこれですよって見えるような、取り組みをやってますので、ぜひいらしてください。それは実際にこの本の中でも紹介していることを実際に自分の事例として受け取れるような内容っていう理解で、もちろんそうです。もちろんそうだし、逆に未処理の感情とか歪んだ認知って、あ、こういうことなんだって、なるほど、もうご理解いただけるんじゃないかなと思います。で、そういう見方をしてるから私怖かったんだとか、そういう見方をしてたから私もう一歩が踏み出せなかったんだなっていうことが体感できる感じになってます。お、体感はいいですね。はいはい。確か楽しかった。あ、大阪、あんまり大阪行けんの、あ、よかったよかった。ね。ぜひぜひ。あの、はい、お会いしたいなと思っています。中島さん、ありがとうございます。ちなみにこの一連のあちこちのセミナーは
この本を読まないと参加できないんでしょうか。そんなことはないです。あの、はい、読まずに来ていただいて結構ですので、うちのあの、はい、城の関ゆかりって調べると、うん、あのフォーネス4つの NESS っていうホームページが立ち上がってくると思うので、一番上のあのバナーのところをクリックしてもらうと、その講座、リアル講座のページに飛ぶことができますので、うんうん、ぜひいらしてください。札幌でもお待ちしております。はい、一緒に飲みましょう。あ、じゃあ、あの会場の入り口で、50ページの3行目を答えがチェックとかされない大丈夫ですね。この中に書いていた格言は何でしょうとかね。チェックされないってことですね。よかった。チェックはないです。大丈夫です。はい。じゃあ皆様、でも読んだら面白いからぜひね、読んでいただきたいですけれど、まずセミナーに来てから後から読むって言っても大丈夫そうですので、はい。はい。理解が進むと思います。はい。じゃあ皆様とまた、ゆかりとも札幌でも飲めるということで、また楽しみにしております。はい、ということで、ちょっといい時間になってきておりますので、まだまだちょっといろいろ突っ込みたいところもたくさんあるんですが、ちょっと時間ですね、はい、この辺りにしたいと思います。ゆかりありがとうございました。ありがとうございました。はい、そしてご視聴くださった皆様、コメントくださった皆様もありがとうございました。